平野紫耀のシンガポール旅行、サングラスの女性の姿疑惑に揺れるファンの心情。ジャニーズ出身で新グループ、ナンバーアイを結成した平野紫耀が、シンガポール旅行中のプライベートショットを公開し、それがファンの中で争いを引き起こしています。特にサングラスに映り込んだ女性の姿に関する疑惑が持ち上がり、その真相について検証してみましょう。 旅行の経緯と写真の公開。2023年11月15日、平野塩は岸優太、神宮寺優太と共に新グループ、ナンバー I を結成しました。その後、平野はシンガポール旅行のプライベートショットをインスタグラムのストーリーズで公開しました。岸優太が滝沢秀明氏の事務所、 とべ、に合流する前に、神宮寺とのシンガポール旅行をしていたことを告白したのです。25日には植物園での写真が公開され、平野と神宮寺がサングラスをかけ、楽しそうに過ごしている様子が伝えられました。しかし、これが予想外の展開を迎えることになります。疑惑の発端。一部のファンが、 平野のサングラスに映り込んだ景色を拡大した画像を SNS で拡散しました。その結果、白いスニーカーを履いた女性らしき足が映っている、もう一人小柄な女性らしき姿が見える、といった指摘が相次ぎ、サングラスの中に女性の姿が映り込んでいるのではないかという疑念が広がりました。これに対して、ファンの中には、心霊写真にしか見えない、 仮に女性だとしても、観光地なんだから周りに人くらいいるでしょ。アプリで拡大画像を高画質加工したせいでそう見えるだけ、といった意見もあり、疑惑の信憑性には疑問符がついています。疑惑の女性の正体。疑惑の女性の正体については、憶測が飛び交っています。 一部では、同じ時期に東南アジアを訪れていたとされる世界的ダンサーのリンハタや、元セクシー女優のアスハナキララのそっくりさんで知られる歌舞伎町の人気キャバクラ嬢、アスハナピララの名前が浮上しています。特に、アスハナピララは戸ベとの関係が指摘され、滝沢秀明氏からの高額な投げ銭を受けていることで知られています。一部では、2対2のダブルデートだったのでは、 との憶測も広がり、ファンの間で議論が巻き起こっています。ただし、これらの情報はあくまで憶測であり、確定的な証拠は見当たりません。彼女の姿がサングラスに映り込んでいること自体も解釈の余地があると言えそうです。写真の信憑性と反論。疑惑に対して一部のファンは写真の信憑性に疑問を呈しています。 平野と神宮寺以外に撮影者がいることは確かであり、SNS 上で友人が平野ら一行とシンガポールの空港で遭遇したという情報もあります。しかしこの友人がメンズ3人を裏発行してて半端なかったと述べていることから同業者は男性1人だった可能性も浮上しています。実際のところ、もし平野、 神宮寺、林畑、アスハナピララの4人で行動していたとすれば、その姿は非常に目立つでしょう。しかし、シンガポールは日本人観光客も多い観光地であり、大ピラにダブルデートしているとは考えにくい状況です。この点からも、写真の中に写り込んでいる女性の姿については慎重に検証する必要があります。 現時点では、平野仕用のシンガポール旅行における女性の姿の疑惑については確定的な証拠が見当たりません。写真の信憑性にも疑問があり、憶測や推測に基づく報道が飛び交っています。平野と神宮寺はジャニーズ時代からノースキャンダルで知られ、プロ意識が高いこともファンにとって安心材料です。 今回の騒動がどれだけ大きなものになるかは不透明ですが、ファンは冷静な判断を保ち、信頼していたアーティストがプロとしての道を進んでいくことを期待しています。なお、今後の展開に注目が寄せられる中、新たな情報が入れば迅速に報告いたします。